ハファエル・バストスは、ブラジル・リオデジャネイロ州出身のサッカー選手。ハファエル・バストスは1985年に、ブラジルのリオデジャネイロ州リオデジャネイロにおいて、誕生した。2004年、ハファエルは、リオデジャネイロ州2部リーグのアングラドスレース EC に、入団した。EC ・バイヤの本拠地、フォンテノバ・ハファエルは2005年1月1日から2007年7月1日までの2年半。 ブラジルサンブリーグの EC バイーアに所属した。ハファエルは2005年1月、アングラドスレース EC から EC バイーアに移籍し、同クラブのユースチームに所属した。EC バイーアのユースチームは2005年にベローリゾンテジュニアハイ及び、バイーア州、ジュニアリーグで準優勝した。ハファエルは、サンパウロ州ジュニアハイにおいて、大会宣伝の顔として起用された。ハファエルは、 サンパウロ州ジュニア杯で注目を集めた。ハファエルは2006年1月28日に EC バイーのトップチームに昇格した。ハファエルは間もなくチームで主導的な役割を果たす存在となった。2007年1月29日 EC バイーはハファエルについてブラジル一部リーグの名門クルゼーロ EC から買取の交渉を受けていたと発表した。交渉の結果、 ハファイルの所有権は EC バイーヤとクルゼーロ EC の両クラブが半分ずつ分け合うことで合意となった。この交渉ではハファイルとアンセウモハモンの EC バイーヤ所属2名が共同所有の対象となった。EC バイーヤとクルゼーロ EC は両者の価値について合計60万でアルと評価し、クルゼーロ EC はその半額30万でアルを EC バイーヤへと支払った。 クルゼーロ EC との契約は2007年1月29日に行われた。ハファエルは現所属チームでの活動を希望し、2007年12月まで EC バイヤーに残留してプレーすることとなった。一方、アンセウモハモンはクルゼーロ EC で活動することとなった。ハファエルは2007年7月1日から2008年7月1日までの1シーズン。 ポルトガル一部リーグの CF、ベレネンセスに所属した。ハファエルは CF、ベレネンセスにおいて、リーグ戦12試合、カップ戦1試合に出場した。CF、ベレネンセスへの移籍、編集 CF ベレネンセスの本拠地、エスタディオドレステロ2007年6月21日、EC バイアは、ハファエルのポルトガル移籍を発表した。移籍先は、 ポルトガル一部リーグの CF ベレネンセスであった。この時ハファエルの所有権は EC バイヤーとクルゼーロ EC が共同で保持していたため EC バイヤーはクルゼーロ EC に対して20万レアルを支払った。CF ベレネンセスもまた6月21日にハファエル獲得を発表した。CF ベレネンセスはハファエルについて バイヤー州リーグの2007年シーズンですでに9ゴールを挙げている選手と紹介した。ハファエルは7月1日付で正式に CF、ベレネンセスへ移籍した。2007から08シーズン前半のプレー編集ハファエルのポルトガルリーグ初出場は2007年8月20日のリーグ第一節、ナバル戦であった。ハファエルは MF シラスに代わって、 後半29分から途中出場し、中盤で相手のスペースを潰す役割を果たした。続いてハファイルは8月25日のリーグ第2節、ブラガ戦に後半38分から途中出場、9月2日のリーグ第3節、スポルティング CP 戦に後半16分から途中出場した。これら2試合は相手側に試合の主導権を握られていたため、 ハファエルには試合の流れを変える役割が期待された。しかしながら効果的な働きができないままチームは無得点で敗れた。9月8日 CF ベルネンセスはポルトガル2部リーグのエストリールと練習試合を行った。ハファエルはこの試合に先発出場し前半14分に先制点をアシストした。しかしながらその後試合はこ着状態となった。ハファエルは 試合前半に決定的な得点チャンスと遭遇したが、それを決めることに失敗した。ハファエルは、その後2試合、リーグ戦に、ベンチ入りメンバーからも外された。9月26日、リーグカップの第3回戦が行われた。CF ベレネンセスは1部リーグ所属のため、このラウンドからの参加となった。相手は2部リーグ所属のポルティモネンセであった。格下の相手ということで、 ハファエルは公式戦2試合ぶりに出場することとなった。ハファエルにはボールキープと強いキック力が期待された。だが試合は CF、ベレネンセスが決定機を書いたままスコアレスで進行した。後半15分、監督は細かいパス回しで試合を支配することを考え、ハファエルを途中交代した。試合は両チームが1点ずつを入れた後、 pk 戦でポルティモネンセが勝利した。この試合以降、ハファエルは再び公式戦から遠ざかった。ハファエルが再び公式戦に出場したのは11月2日のリーグ第9節ポルト戦であった。ハファエルは後半32分から途中出場したものの大きな見せ場を作ることはできなかった。ハファエルはその後4ヶ月以上にわたって リーグ戦出場から離れた。2007から08シーズン後半のプレー、編集2008年3月15日のリーグ第23節、アカデミカ戦、ハファエルはリーグ戦13試合ぶりに出場した。後半11分、MF ウェルドンに代わって、途中出場したハファエルは、中盤で攻守のバランスを取った。ハファエルは、積極的に攻撃参加し、強烈なロングシュートも放った。 ハファエルは続く3月30日の第24節ポルト戦と4月7日のリーグ第25節レーションイス戦にも後半途中から出場した。4月12日のリーグ第26節アマドーラ戦では、累積警告で出場停止となったシラスに代わって、2007年9月26日のリーグカップ以来、半年ぶりに先発出場した。ハファエルは前半12分、 DF アマラルアル a l 受けたパスからクロスを上げ、DF ロランドの先制ゴールをアシストした。ハファエルは、後半7分にも、素早い動きから MF ジョゼペドロの追加点を、アシストした。ハファエルは、攻守のバランスよくゲームを支配し、勝利の立役者となった。ハファエルはリーグ戦の残り4試合でも先発出場の座を獲得し、CF ベルネンセスは、ハファエルが、 先発出場となったリーグ戦最後の5試合を3勝1分1敗で終えた。ハファエルはペナルティエリア内で相手選手の反則を誘い出すプレーをしたり、繰り返し後期を演出するといった活躍を見せた。ハファエルは2007から08シーズンのリーグ戦全30試合のうち12試合に出場した。うち先発出場は5試合であった。ベンチスタートの試合は19試合で、 そのうち途中出場したのは7試合であった。ハファエルは2008年7月1日から2008年12月23日までの約半年間、ポルトガル一部リーグの CD ナショナルに所属した。ハファエルは CD ナショナルにおいてリーグ戦7試合に出場した。CD ナショナルへの移籍、編集 CD ナショナルの本拠地、エスタディオだ。 マデーラ CD ナショナルは2008から09シーズン開幕に向けての最後の選手補強としてハファエルを獲得した。この遺跡に際してポルトガルの大手オンラインスポーツ紙はハファエルについてユース時代にブラジルの EC バイーヤで大活躍した選手で素晴らしいテクニックを持っていると言及した。ハファエルは CD ナショナルと2012から13シーズン末 までの5シーズン契約を結び、2008年7月5日に、チームに合流した CD ナショナルでのプレイ、編集 CD ナショナルでの初戦は、8月24日のリーグ第一節、レーションイス戦であった。ハファエルはこの試合に先発出場し、後半9分に途中交代した。8月31日のリーグ第二節、ナバル戦でも先発出場し、 前半15分にゴールポストを叩くシュートを放った。9月22日のリーグ第3節、ギマランイス戦では、後半19分にギマランイスの選手から、乱暴な行為を受けた。これによりギマランイスの選手に対して、レッドカードが提示され、CD ナショナルの開幕3連勝を引き出した。9月28日のリーグ第4節アマドーラ、ハファエルはこれまでと同様に先発出場したが、 CD ナショナルが前半に1点のリードを許したため、夫人変更により、ハーフタイムに途中交代となった。ハファエルは続く10月5日のリーグ第5節、アカデミカ戦、10月26日のリーグ第6節、セトゥーバル戦でも途中交代となった。10月29日のリーグカップ第2ラウンド第3節では、ウニオンレイリアへの遠征メンバーから外れ、本拠地フンシャルに残った。 11月3日のリーグ第7節、マリティモ戦では、ベンチ入りとなり、出場機会を得られなかった。11月16日のリーグ第8節、リオアベ戦、ハファエルは1試合ぶりのリーグ戦出場となった。監督は3から4から3の藤を敷き、ハファエルをトップに据えた。しかしながら、ハファエルが全く機能せず、前半32分に途中交代となった。 CD ナショナル対談、編集11月22日、ポルトガルの大手オンラインスポーツ紙は、ハファエルの CD ナショナル対談の可能性について言及した。同紙は、CD ナショナルの社長、ルイ・アルベスがハファエルの遺跡リスト登録を承認したと報じた。12月4日には、ハファエル対談が決定という報道が流れ、遺跡先の候補として、オーストラリアと日本の国名が挙げられた。 ハファエルは2008年12月23日から2009年5月28日まで、ブラジル一部リーグの EC、ビトーリアに所属した。ハファエルは EC、ビトーリアにおいて、バイヤー州リーグ12試合に出場し、2ゴールを挙げた。EC、ビトーリアへの移籍、編集 EC ビトーリアの本拠地、エスタディオマノエルバラダス2008年12月17日、ブラジルの大手ニュースサイトは、 EC ビトーリアがハファイルを獲得したと報道した。EC ビトーリアは2009年シーズンに向けた選手補強としてハファイルと2009年末までの1年契約を締結した。EC ビトーリアでのプレイ編集ハファイルの EC ビトーリア初出場は2009年1月25日のバイヤー州リーグ第3節コンクイスタ戦であった。ハファイルはこの試合に 後半32分から途中出場した。ハファエルはその後も途中交代要因に止まり、1月29日のバイイア州リーグ第4節、ポソエス戦には、後半18分から途中出場、2月5日のバイイア州リーグ第6節、フルミネンセフェイラ戦には、後半27分から途中出場、2月15日のバイイイア州リーグ第9節、マドレデデウス戦には、 後半3分から途中出場2月19日のバイイヤー州リーグ第10節、カマサリ戦には後半21分から途中出場2月27日のバイイヤー州リーグ第11節、イタブナ戦には後半15分から途中出場した2月19日のバイヤー州リーグ第10節、カマサリ戦では途中出場した直後の後半24分に初ゴールを挙げた EC、ビトーリアにおける初の先発出場は3月1日のバイーアシューリーグ第12節イタブナ戦であった。ハファエルはこの試合において後半16分に得点を挙げた。ハファエルはその後も第15節まで4試合連続でリーグ戦に先発出場した。3月8日のバイーアシューリーグ第13節、カマサリ戦では1対0のリードを守るため、守備固めとして、 後半9分に途中交代した。3月12日のバイアア州リーグ第14節、マドレデデウス戦は、フル出場。3月15日のバイアア州リーグ第15節、イピタンガ戦では、後半4分にイエローカードを受け、後半16分に途中交代となった。3月22日のバイアシア州リーグ第16節、バイイア戦では、ベンチスタートとなり、 後半1分に途中出場した。この試合は前半だけで両チーム合わせてイエローカード7枚 EC バイヤーに退場者1名が出る荒れた試合展開となった。ハファエルは試合を引き締めるための要因として投入された。しかしながら交代は機能せず試合はスコアレスドローに終わった。試合後 EC ビトーリアの監督は交代後の方が対慢なプレーが目立った。 創造性が全く見られないと苦言を呈した。この試合以降、ハファエルは公式戦から遠ざかった。4月12日のバイアシ州リーグ第22節アラゴアス戦では後半1分から途中出場したが、これがハファエルにとっての EC ビトーリア最後の公式戦となった。ハファエルは2009年のバイアシ州リーグ終了後、EC ビトーリアを退団した。 ハファエルは2009年5月28日付で EC、ビトーリアを対談以降、2009年7月15日まで無所属となった。FC 東京へのテスト参加、編集、FC 東京の本拠地東京スタジアム2009年6月2日、日本のスポーツ紙は、ハファエルが日本プロサッカーリーグ一部所属の FC 東京にテスト選手として練習に参加したと報じた。 母エルは6月1日から FC 東京の練習に参加し、いくつかの練習試合に出場した。当初はテスト期間を2週間としていたが、左太ももの負傷により練習参加期間が約1週間に延長となった。だが、最終テストとなった6月17日の練習試合ではボールがなかなか集まらず、FC 東京の強化担当は母エルの処遇を保留とした。 ウニオンレイリアとの交渉、編集ウニオンレイリアの本拠地、エスタディオドクター、マガリアン・イスペッソは2009年7月12日、ポルトガルのサッカー関連メディアは、ハファエルのポルトガルリーグ復帰の動きを報じた。ハファエル獲得の意向を示したのは、2009から10シーズンからの一部リーグ復帰が決まった、ウニオンレイリアであった。レイリア監督のマヌエル・フェルナンディスは、ハファエルについて、 我々が求めているタイプの選手だと言及し、中盤の強化のため、来季の計算に入れたいと評価した。ただしその一方で、もし獲得が不可能でも、代わりの選手は想定してあるとも述べた。7月13日になると、レイリアは、ハファイルとの間で2011から12シーズン末までの3シーズン契約で話を進めているとの報道が流れた。ブラジルにいたハファイルは、 契約に向けて、ユニオンレデリアのキャンプ地、セロリコダベーラへと移動した。当初は7月13日中に到着する予定であったが、移動中の遅延のために、実際の到着は7月14日となった。そして7月14日、ハファイルは、クラブの健康診断を経て、2011から12、シーズン末までの3シーズン契約で合意に至ることが、確定的になったと、 各メディアが報じた。レイリアは、ハファエルを、来季以降の主力選手として、計画を組み、背番号10を用意した。しかしながら7月15日になると、レイリアと、ハファエルとの間の交渉が決裂したとの報道が、流れた。契約の直前になって、日本のクラブがハファエルに対して、より魅力的なオファーを提示したためであった。ハファエルはクラブ社長、 ジョアン・バルトロメウに対して金銭面の増額を要求したが合意には至らず、最終的にハファエルは日本からのオファーを受理した。ハファエルは2009年7月15日から2010年1月1日まで日本プロサッカーリーグ2部のコンサドーレ・サッポロに所属した。ハファエルはコンサドーレ・サッポロにおいてリーグ戦12試合、天皇杯2試合に出場し、リーグ戦で3ゴールを挙げた。 コンサドーレ札幌への移籍、編集コンサドーレ札幌の本拠地札幌ドーム2009年7月15日コンサドーレ札幌は母エルの獲得を発表した契約期間は2009年7月15日から2010年1月1日までの約半年間であり攻撃のようとして期待される選手と報道されたコンサドーレ札幌では7月14日に主力であった クライトン選手の対談が急遽決定したため、クライトンの穴を埋めるための戦力補強が課題となっていた。また同日に、コンサドーレ札幌の強化部長である三上大将は、トップ下かフォワードの選手を補強できればと、司令塔クライトンの代わりとなる補強を示唆した。その中で、コンサドーレ札幌の強化部は、2006年にブラジルで、 フォワードの旅選手らを視察した時にリストアップしていた、ハファイルに注目した。そして、クライトンの対談により補強費に余裕ができていた、ことから、コンサドーレ札幌は、ハファイルの獲得を即座に決断した。コンサドーレ札幌からのオファーは7月14日中に、ハファイルへと通知され、ハファイルは、そのオファーを同日中に合意した。ハファイルは7月23日の22時過ぎに、 新千歳空港に到着し、同日中に札幌に移動した。そして翌7月24日からチームに合流した。コンサドーレ札幌でのプレイ、編集ハファエルのコンサドーレ札幌でのリング戦、初出場は2009年8月2日の J2 第31節セレッソ大阪戦であった。ハファエルはこの試合に後半25分から途中出場した。 ハファイルは2点ビハインドの場面から中盤を厚くして得点を奪うために試合に投入された。しかしながらハファイルは孤立することが多く、地元メディアはチームへの適合には時間がかかりそうと評価した。試合後、コンサドーレ札幌の監督、石崎信弘はハファイルについてあの程度のプレーが全力ならブラジルに帰ってもらってもいいと発言した。 続く8月5日のアビスパ福岡戦では後半、ロスタイムから時間稼ぎ要因として途中出場。その後の2戦はベンチスタートとなり試合出場の機会を与えられなかった。コンサドーレ札幌の監督は、ハファイルが前戦からの守備を放棄することを問題視し、チームに貢献できるプレーができるまでは先発起用しないと言及した。 ハファエルのコンサドーレ札幌でのリーグ戦初ゴールは2009年8月16日の J2 第35節サガントス戦であった。後半開始から途中出場したハファエルは後半14分ペナルティーエリアの手前やや右寄りの位置からミドルシュートを決めた。右サイドからパスを受けた FW キリノはそのボールをダイレクトでハファエルへとつなぎ、ハファエルはそのまま 1> DF 一人を振り切って右足でシュートを放った。ボールは鋭い弾道でゴールキーパーの右側をすり抜け、ゴール左隅に入った。試合後、コンサドーレ札幌の監督は、ハファエルについてハードワークがまだまだ足りないと苦言を呈したが、運動量が出てくれば技術的には良いものがあるとも評価した。だがその後もハファエルはベンチスタートからの途中出場に止まった。 コンサドーレ札幌の監督は結果を出していないとハファイルについて述べ、ハファイルは攻守において一生懸命やるだけとコメントした。9月2日の J2 第38節愛媛 FC 戦、ハファイルは後半12分から途中出場し、後半25分にゴールを決めた。ハファイルはチームに溶け込んできているよと述べ、コンサドーレ札幌の監督は 守備面での不安要素を上げつつも、うまくはまれば、いい崩しにつながると、次節での先発出場を示唆した。ハファエルは続く、J2 第39節バンフォーレ甲府戦で、先発出場の座を勝ち取った。だが、チーム全体として、相手のプレスに苦しんで、なかなか攻撃の形を作れず、ハファエルは、後半20分に途中交代となった。ハファエルは、その後、 J2 第40節から第47節までベンチスタートとなった。そのうち途中出場となったのは6試合であった。サッカー解説者の平川博士は、ハファイルについて、今一つチームにフィットしないと評価した。2009年11月8日の J2 第48節、カタール富山戦、ハファイルはトップ下のポジションでリーグ戦9試合ぶりに先発出場した。 コンサドーレ札幌の監督は、ハファエルをボールが収められるとしてトップ下で起用した。ハファエルは効果的なチャンスを演出するなど、ここに来てよりチームにフィットしてきたとの評価を獲得した。この試合以降、ハファエルは J2 最終節までスターティングメンバーの座を確保した。ハファエルは J2 第50節横浜 FC 戦でリーグ戦通算 3, 3ゴール目を挙げた。 ハファエルはこの試合の前半23分、MF、ダニールソンが中央でインターセプトしたボールを FW キリノから受け取り、そのままワンタッチで前方へコントロールして、右足でミドルシュートを放った。シュートは低い弾道でゴールキーパーの横を抜け、ゴールマウスの右隅に入った。2009シーズン終了後、編集コンサドーレ札幌と、 ハファエルとの契約は2010年1月1日までであった。ハファエルは J リーグの2009年シーズン終了後、休暇のためブラジルのサルバドールへ移動した。ハファエルに対してはブラジルの複数のクラブから契約のオファーがあった。ブラジルへの帰国前にはブラジル一部リーグのアメリカ FC からも接触があったが、帰国後にハファエルは現在は交渉がないと述べた。 2010年1月1日、ポルトガルのスポーツ紙王女ゴは、ハファイルがポルトガル一部リーグの SC ブラガと契約する可能性が高いということをブラガ広報担当者による非公式コメントとして報道した。サッカーデータサイト00もまた同日にハファイルがコンサドーレ札幌からポルトガル一部リーグのブラガへ移籍するという情報を掲載した。ブラガはハファイルとの間で、 おおむね合意に至り、ハファイルは、健康診断と契約手続きのため近日中に、ブラガへ移動する見込みであるとも報道された。2010年1月5日に、SC ブラガと1年半の契約を結んだ。しかし、コーチと衝突し半年後の2010年7月に、放出され、ルーマニア一部リーガ一の CFR クルジュへ移籍した。 サウジのアルナスルなどを経て、2014年7月、アルクウェート SC へ移籍。2015年2月、ブラジルに戻ることになり、フィゲーレンセ FC へ移籍した。2015年12月14日、ミナスジェライス州のアメリカ FC へ移籍。2016年6月2日、アソシアソン、シャペコエンセジフチボへ移籍。同年シーズン途中にアラビアンガルフリーグの ハッタクラブに移籍。この移籍のおかげで、後に、シャペコ遠セを襲うラミア航空2933便墜落事故の悲劇を免れることができた。2017年5月19日、タイリーグのブリーラムユナイテッド FC に移籍。その後ブラジルに戻り、2018年8月20日、インドのムンバイシティ FC に1年契約で移籍した。 2009年に移籍したコンサドーレ札幌は、ハファエルについて、豊富な運動量とスピードを武器とする選手であると、紹介した。また移籍に際して、コンサドーレ札幌の強化部長である、三上大将は、ハファエルの特徴を、2トップの一人にも入れる、トップ下もできる、左右両足からのシュートもいいものがあると説明した。コンサドーレ札幌の地元紙である、北海道新聞は、ハファエルについて、 攻撃的なポジションならどこでもこなすことができ、大型の体を生かした突破力とスピードが魅力の選手と報道した。ハファエル自身はコンサドーレ札幌への移籍に際して自分自身のプレースタイルを過去に似ているとよく言われたと自己紹介した。J リーグ初ゴール後のパフォーマンスではアントニオ猪木のモノマネを披露。そのパフォーマンスとなった経緯は、 北海道のローカルテレビ番組朝6世ワイドで紹介された CFR クルジュありがとうございます。